チャオ、あっちゃんです。今日11月の29日水曜日のあっちゃんのお昼ご飯やけどね、子供ちゃんもう帰ってきました。こんな時間になってしまったお昼ご飯、はい。でも作るのめんどくさいから、いいやと思って、コーンポタージュと食パンでつけつけの朝ごはんみたいな昼ごはん軽く食べます。でないともう夜まで、ね、残っちゃうと晩ごはん食べられなくなるやんか。だからもうちょっと軽くでいきます。こんな日もあります。もうグダグダも今日朝からね。だからなんだかんだで結局もう動画もほぼ撮れずで、ご飯食べる間もなく、こんな日もありますわね。はい。昨日まあね、今日もだからお片付けで、ね、引き続きしょうもってもそれもできへんからさ、まあ、こうやってねいろいろ邪魔されるっていうのも人生に対する試練であって、あっちゃんが成長していく上の何かなんでしょう。はい。でね、前向きに考えると何でもかんでも嫌なことでも嫌じゃなくなってくるというね、そういうあっちゃんの転換思考ということでね、何でもこう転換していいことに転換していくっていうことはいいことやと思います、ということでね、はい。お湯が沸くのを待ちましょう。でついでにコーヒーも飲もう。コーヒー買ってきて、またネスカフェのねクラシックブレンド、これ業務スーパーで時々買うのね、皿です。開けたてのコーヒーは香りいいね。すぐね、香り飛ぶんだからね、インスタントって。豆のね、レギュラーコーヒーはね、引き立てがすごいいいから、引かへんかったら香り飛ばへんと思うんだけど、かなり持つねんけど、インスタントコーヒーなんか風切ったらすぐなんか香り飛ぶような気がするんだよね。なんなんでしょうね。インスタントコーヒーもコーヒー豆を砕いてでなんか作ってあるから、普通のレギュラーコーヒーより濃いめらしいねんけど、まあまあまあ、そんなことはどうでもいいんだけどね。だから、コーヒー豆で作られてる。コーヒー豆って書いてあるね。だから、材料。お湯を入れましょう。スープに、で、コーヒーに、はい、ブラックコーヒーです。よいしょ。混ぜ混ぜってして食パン超熟です。いただきます。朝ごはんみたい。こんな日もありますわね。はい。まあ、お昼パンにも嫌じゃないねん。あっちもパン好きやから。いいねんけど。なんかでもね、最近ね、こう人生で、人生っていうか、こう生活で、生きることをすごく邪魔されてる感じがするんでね。まあ、邪魔っていうか、それが人生の試練で、なんやろなって思ってんねんけどね、でもこういう時期ってあんねんて、ね、ちょうどね久々に読んだ何の本やったかな、まあ、いろいろあの本読んでんねんけど、その本に載っとってんけど、人生が幸運期転換期になるときにこういうことって多いって書いてあったよ。でそれ読んどって読んどったらちょうどいいって当てはまってね。だからなんか人生生きていく上で無駄なことってないってよう言われてんねんけどね、なんていうのかな、なんかある時に本なんかでもそうやし、ふっと書店で何か気になって手に取った本の中に書いてることが今のちょうど自分に当てはまってることって結構多いねん。あっちゃんはそういうこと多いねん。で、何やろうなと思った。で、本を偶然立ち読みした本にね、
そのことが書いてあったりして、うん、買うこととかあるね、うん、で今読んで、ああ、ほっかーって納得して、で、忘れ、この本棚に置いといて、忘れとって何年後かに何か読もうと思って、それ取り出した時に、ちょうどそれが当てはまってたりね。不思議。うん。昔から結構多いね。なんかこう悩んでて、なんかに行き詰まってる時に、偶然テレビで深夜番組とかで見てて、なんか自分の指針が変わったりとかね。うん、でもね、神様の導きらしいねんけどもね。うん。なんかそういうのっていうのは、ちょうどね、嫌なっていうか、いいことが起こる前兆によくあんねて。うん。なんか、ちょっとまあ、いいことある前兆なんやろなとは思ってんねん。この前からね、いろいろ、この前とか、数年前から、なっちゃんは良くないことがいっぱいあんねんね。いろんなことで。で、これがあって、ちょっと時間経つと乗り越えるっていうか、まあ、一つ一つ乗り越えていくんだけど、乗り越えていくごとに、いうことが、まあ、うん、だんだん良くなってきてんねん。運気がすごくいいねんね。うん。なんか、ああ、今めっちゃ運気いいわって思ってる。って思ってたら、プラスになることいっぱいあるの。んで、ちょっと運気があって、また嫌なことが起こるでしょ。んで、ちょっと経ったらいい運気が来るね。そのパターンやねんね。うん。なんかここ最近ね、またいろんな嫌がらせがあったり、邪魔が入ったりとか、いろんなことあんねんけど、それやると、次またいいことが来るからね。あっちゃん別に嫌がらせを言ったら嫌なことでもね。うん。うん。まあ、嫌やで、その時は。もう嫌がらせされるってことは、うん、この後またいいことが来るんやなって。でもね、今ね、結構、ひどい嫌がらせもされてます、正直。で、その中でひどい嫌がらせで、避けられへんひどい嫌がらせをされてて、うん、避けようのないね。生きていく上で避けようのないことされたりするんだけど、それでも、それと天秤にかけていいことの方が多い。っていうか、そういう嫌がらせされることによって、ことによってしか嫌がらせされたら、代わりにいいことがめっちゃ来んねんね。うん。だから、めちゃくちゃ今運気がいいのよ、まっちゃん。うん。だから、多分ね、この今年のお片付けは、今年って今回のお片付けは、嫌じゃなくすごく楽しめた。うん。もう片付け、嫌やで。で、ね、いついつまで、で昨日、28日までに片付けなあかんとか、うん、あったり、チェック厳しかったりとか、いろいろあったりするけど、全然嫌じゃなかった。楽しくやれた。で、いつもよりも結構早くきれいに片付いた。まあ、ね、春に手伝ってもらってきれいに片付けてもらったっていうのもあんねん。で、収納も、うん、ちょっと今まで以上に確保してもらったっていうのもあったんやけど、でも、なんかね、違う。今回は。すごく、いい運気が来てる感じがするんよ、うん、現にね、それが形になって帰ってきてるから、うん、まあ、表だって、ま、言っていいのなんか分からへんけど、すごくいいのよ、うん、なんかこれって何かしらのお告げっていうのもおかしいけど、うん、なんかこの嫌なこと、今のこのね、嫌がらせとかを乗り越えるとかなりいいことが来るんちゃうかなって。それもね、3年占いにも年明けからすごくいいことが来るって書いてあるし、うん、めちゃくちゃ、なんかプラスな方へ働いてる気がするの。これここ数年でナンバーワンぐらい、うん、いい運気が来てんね。うん。うん。金運がね、結構、今すごく良くて、多分ね、人生の中で今一番の幸運、金運期かも分からへん。うん。なんなんやろな。怖い。でも、これは序章に過ぎひんらしいね。だからまだ良くなっていく。今年はまだ始まりの始まり。らしい。3年占いね。でも3年占いね。意外とまあ占いやしなと思いながら、
かあんのかな、3年占いし、今所詮占いは占いって思いながらもね、3年前に買った3年占いだから2017年、5年6年7年の本をね、お片付けして出てきてね、見返してね、お片付けして出てくるちょっとあとはいつも見てたから、その辺にポイ投げしたんね。でいつもポイ投げしとくってのは何かって言ったら、わざわざ見るんじゃなく、ポイ投げしたって目についた時に見るようにしてたり、それからあえてその辺にポイってすんね。で見つかった時に読むタイミングやもでもねけど、その時の指針で、あそうやったんかとか、あ今から今ちょうど来れないっていうのがあんねん。だから、うん、そういう見方しとったやつがお片付けした時また出てきてね。で読んで、いやまた3年前に読んだ時と去年読んだ時とかこの前読んだ時とかとまた違って、違う発見があって、そういうことやったんかとか、今そうそう今その通りまさにそこやねんみたいな、うん、ようなってびっくりしてんだけどね、うん、またこれね、いつか3年占いの本ちょっと紹介しようと思う。中身紹介も3年経ったし、中身ある程度紹介してもいいと思うし、で3年後のやつからね、ちょっとちょっとの紹介はいいと思うからね、うん、紹介していきたいと思うし、あでもびっくりした、よう当たるなと思ったあれは、うん、コーヒー熱けど美味しいわ。ブラックコーヒーの開けたてのね、インスタントもね、開けたてのコーヒーブラックで飲むとめちゃくちゃ美味しい。俺が好きやね。これが何日かだったらね、微妙みたいなんだけどね、まあ微妙っていうか慣れてくるのかもわからんし、毎日飲むけどね、美味しい。3年占いの本をね、なんかそんな感じで指針として読んでてね、2017年の占いと、あと、2000何年から木星占い、土星占いとか、まあいろいろあって、ロングスパンの占いとか、そんなのを見ていたら、3年前の本と今の本と、ある程度ちょっとね、修正されてたり、ちょっと変わってたり、あ、ちょっと誰か来たら待ってね。